はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございます。本日のトークテーマはこちら、どう考えても NR の性能じゃないカードランキングトップ10。今回はですね、マスターデュエル内においてもですね、いやお前絶対 NR ちゃうやろというカードをね、独断と偏見により発表していこうというふうに思っております。先日ですね、あの X にて、皆さんが思う NR ちゃうやろカードを募集をさせていただいたんですけども、なんかありえない量の反応をいただきまして、はい、ありがとうございます皆さん。その皆さんの意見も参考にしながらね、今回は発表していきたいと思います。それでは行きましょう。強制脱出装置、現代遊戯王でも通用する性能、テキスト短い、フィールドのモンスター一体対象にそのモンスターを手札に戻すということで、現代遊戯王においても十分通用するパワーを持っていると、思っております。このカード、まあ例えばね、破壊耐性があるモンスターですね、未来竜王ホープとか、あとデスフェニとかね、そういう高破壊できない戦闘化したなみたいなモンスターに対しては特にね、有効弾になるかなと思っていて、このカード実は登場したのが2003年の7月らしいですよ。まあ当時ノーマルカードとしてね、 OCG に参戦したらしいんですけども、まあなんと20年前のカードとなっておりまして、20年前に登場したカードが未だに現役で、活躍できるのがやっぱり遊戯王のね、面白いところなんですよね。そんなカードゲーム他にあんのかな。まあそもそもやっぱ20年も続いてるカードゲームが珍しいと思うんですけど、現代遊戯王においてラビレンスデッキとかではよね、よく投入されておりますが、まあ最近は結構巨奪よりもね、パワーの高い通常罠がポンポン登場していて、採用率はちょっと減少してるかなと思うんですが、いやなんかコナミさん結構最近ね、罠だったら何やってもいいと思ってるから、まあどんどんインフレしそうですけど、まあこれはね、まだまだ活躍の余地はあるカードかなと思ってます。ジェネレードステージ、手札に最強カードがなぜか R。 ジェネレードっていうデッキはですね、基本的にはこのフィールド魔法を発動した状態を作って相手のターンに展開していくっていう、まあテーマになってるんですけども、あのジェネレード、これよく考えてくださいよ。ジェネレードをデッキから出してトークン4体製造してるんですよ。まあ、1枚でカードを5枚製造するっていうね、ぶち壊れカードなんですけど、これが R ってマジですか。いやまあね、あのテーマカードをあんまり入れないようにしようと思ってたんですけども、これさすがにパワー高すぎて、まあ入れざるを得なかったかなっていう感じですね。 OCG でもね、このカード L で、登場してまして、まあパワー的にちょっとさすがにこれ NR じゃねえだろうと思ってますね。はい、最近マスターデュエルにもね、あのバラとかレイバーテインといった、まああのジェネレードのエースモンスターサポートカードがどんどん登場してまして、ジェネレードデッキで結構マスター1行きましたみたいな人も結構増えてきましたね。ジェネレードデッキにはね、あのこのトコシエのジェネレードオルムガードさんっていう、まあ、通称ハロペコアオムシさんが存在していますが、ジェネレードステージとレアリティ逆なんじゃねと思ってます。ドラグマパニッシュメント、1枚で2枚破壊、このカード R マジ。ちなみに OCG でもね、あの N で登場してるんで、まあ大体ね、OCG でレアリティ低い、あの強いカードを結構マスターデルでも、まあ割とレアリティ低くなりがちではある、まあ一概に言えないけどね、なりがちではあるんですけども、まあ基本的にはその効果はエクストラデッキからね、あの特殊召喚ができなくなる代わりに、エクストラデッキからモンスターぶん投げて、相手のモンスター破壊するよという効果なんですけども、現代遊戯王においてはですね、このカードから墓地へ送られるだけで効果発動できるモンスターってめちゃくちゃ多いんですね。このカードの価値、これからもね、きっとね、どんどん上がっていくと思います、なんなら。はい、今まだ、まあ強いねって感じですけど、これどんどん上がってきてます、これ。今後ね。で、つまり、これからもこのカードは強くなり続けるってことですよ。無限の可能性を秘めているっていうことです、これ。まあ、X デッキからね、特殊召喚をあまりしないデッキだったら簡単に採用できますしね。このカードの存在が強すぎて、あの、X デッキを使用しないデッキを使う理由になり得ますからね。あの、ラビリンスとか、あと、儀式デッキとか、メタビートとか。まあ、皆さんもね、相手の顔面にヌトツ砲をぶちかましていきましょう。これからも。グレンの指名者。最近急に禁止カードに指定されました。11月の9日よりね、謎のタイミングで禁止となるグレンの指名者なんですけれども、まあ、理由はですね、まあ、おそらくクシャトリアデッキがこのカードを採用して先行で相手の手札をピーピングして、なんか1枚引っこ抜くっていうね、動きが強かったからと思うんですけども、まあ、高校から発動して言うほど強くないんで、完全に先行ゲーを助長するカードと言えるかもしれないですね。まあ、これを採用していたクシャトリアっていうデッキは、無効系妨害用意するのが苦手なんですよ、基本的には。あのバリアドンとかすれば別ですけど、普通は無効系妨害を用意できなくて、拮抗勝負とかサンダーボルトとか相手のマクリフダーにめっちゃ弱いんですね。だからそれに対する対抗札として、まあ、神の宣告とか、まあ、グレの指名者っていうカードが流行ったんですけども、罠型クシャトリだったやつですね、まあ、これを受けての規制っていうことなんでしょうね。
まあ、ちなみにこのカードは実はもう海外の TCG 環境では2023年の6月に禁止に指定されてまして、まあ、TCG とマスターデュエルで禁止カード指定されていて OCG では無制限っていう、まあ、ちょっと珍しいカードなんですよね。やっぱビーピングハンデスってね、遊戯王がね、やっぱね、じゃんけんになりがちなんで、まあ禁止されてよかったかなと個人的には思ってます。怪獣シリーズ、まあ、無課金のお供、お財布に優しい、相手のモンスターは問答無用でリリースということで、まあ、特別枠ということで怪獣シリーズまとめちゃっているんですけども、ジズキエール、サンダーザキング、ガダーラ、ラディアン、この4種が全部レアティアールとなっておりまして、まあ、ガメシエールとかが餌だったりするんですけどね、怪獣自体は結構レアティは低い。相手にやっぱ高打点モンスターを基本的に差し上げるだけなんで、基本的ですよ、基本的にはアドソンです、基本的には。だから昨今のその制圧盤面を、まあ、やっぱ返す札として有効だからっていうところで今回ランクインとなっておりますね。現代遊戯王でも、まあ、ある程度活躍しているという印象、まあ、最近では例えばエクスピアリノワールとか、あとアライズハートとか、まあ、そういうなんか厄介なモンスターを、まあ、毒殺手段として、まあ、採用されることも多くなってきたのかなと思いますね。あとはまあ、ミカンコとかね、あの辺で採用されて相手のモンスター自爆特攻する的として活用されてもいますね。回転簡単に相手のモンスターを、まあ、処理する手段としてはね、どんな力でも採用できますから、まあ、現代遊戯王では結構スモールワールドっていうね、カードもあるんで、サーチが難しいその怪獣を簡単にサーチすることも可能となってまして、まあ、残機デッキとかではよくやる動きですね。怪獣モンスターたちは実はね、怪獣カウンターを取り除くと固有効果発動できるんですけども、まあ、デュエリストの7割は、その効果知らないと言われておりましてですね、一旦に一度そのカウンターを取り除くとうんぬんかんぬんっていう効果、これ丸4番の効果ですね、これがあるんですよ。ちなみに一番最強のモンスターはガメシエルっていうモンスターになってまして、よかったらテキストを読んでみてください。ただね、現代遊戯王では悲しいから、1体処理したところでは盤面を返せる、わけじゃないというね、インフレがどんどん進んでおりましてですね、それがちょっと若干気になるところですね。まあ、そろそろちょっと共闘ウォータークローンとサーチしたいんですけど、テラフォーミング返していただけませんかね。月の書、これ未だに強いってマジ。テキストが短くて強いカード選手権があったら多分これ1位ですね。そもそもこれ2002年のカードなんですよ。今2023年です。21年前のカード、未だに最前線で活躍しててすごくないですか。これね、やっぱ遊戯王のすごいと思いますよね。最近だと主にね、クシャトリラへの対抗策として、またはピュアリープ前のピュアリーエクシーズモンスターへの対策として環境デッキに採用されていました。無限法要とかね、一時的に効果を無効化するようなカードよりも、やっぱ裏側に自分用心することによって実質効果をね、無力化できるっていう状況が強いということがやっぱ多くてですね、まあ現代遊戯王でも活躍がしているという感じですね。このカードのすごいところは、やっぱ自分のモンスターに対しても発動できるという点で、例えば相手が発動した無限法要とかエフェクトベーラーなんていうカードの効果にチェーンして自分のモンスターにこれ打てば、自分のモンスターを裏返すことで効果を通していくっていうプレイも可能になっていまして、まあこれ主にフアンダリーズとかね、ああいうデッキでよく見る動きなんですけども、まあおそらくね、令和が終わってもね、このカードはまだ使い続けられてるんじゃないかなっていうレベルで、まだまだ現役のカードになってますね。はい、めっちゃ強い。ディフォーマーテレホン、宇宙最強のソリティア性能。彼はなぜチューナーなんでしょうか。彼はなぜ機械族なんでしょうか。彼はなぜ同盟カードを蘇生できるんでしょうか。全て意味がわかりません。このカードのやばいところは皆さんもよくご存知かなと思うんですが、テレホンループという動きでございまして、まあ、テレホンでテレホンを蘇生するという動きによって2枚のカードからありえない量のカードを製造するというこの動きですね。基本的にその1枚が2枚になるカードが強いと言われている現代遊戯王において、テレホンは1枚を100枚にできる性能を持っています。1枚が100枚にバカの2枚コンボだから決まんないと思われるかもしれませんが、機械複製術とか、まあ、ダイスダンジョンとかガジェットゲーマーとか、まあ、サポートカードがあまりにも豊富にありすぎまして余裕で決まります。はい、なんなら構築によっては手札1枚からテレホンループを成立させることもできます。まあ、レアリティだから悪さしたら即規制すればいいやと思ってるのかもしれないですね。もしかしたらコナミ君はテレホンのなんかサイコロだけゼロの目も出るようにしません。オットワイズボルテックスドラゴン、 R カードが所持してていい制圧効果じゃない。こいつ強すぎませんか。ありとあらゆる PTM がこのカードの存在によってね、何倍も強くなってると言っていいかなと思ってるんですけども、 P デッキでよく採用されてる1枚で、エクストラデッキの P モンスターをデッキ持つことによって相手のカードの効果の発動を
無効にして、破壊しますよという効果を持ってますね。まずね、融合召喚条件が激ゆる。オットアイズモンスタープラス P モンスターっていう条件なんですけども、オットアイズ結構いっぱいいますからね。オットアイズモンスターってなんか何体いんだろう、ちょっと数えたことないけど、なんかもう体感200体ぐらいいるレベルでいるんじゃないかと思ってるんですけども、プラス P モンスターなんで P デッキやったら大体出る。で、出し方が、融合以外にも豊富で、オットアイズアウエストドラゴンとか、墓地を食うだけで出てきたりとか、あと、オットアイズディゾルバーとかを P 召喚したり、あと、オットアイズディゾルバーを P スケールに貼るというだけでも大体出てきますからね。OCG では、これ UR で登場してるはずなんです。これなんでマスターデラと R なんでしょうか？よくわかりませんね、これ。ティアラメンツ・メイルー。メイルー強すぎて、気がメイルー。ティアラメンツモンスターの中で唯一禁止化としてされているこの1枚でございましてですね、そのレアリティまさかの N、まあ、ちなみに N カードで禁止に指定されているのはマスターDLだとメイルーと、若津楽院と、グレンの指名者の3枚しかありません。犯罪者しかいない、N カードだからこそ気軽に禁止化されたのかもしれないんですけどね。ちなみにね、 OCG でもレアリティは N で、まあ、現在制限カードに指定されています。このカードはね、スプライトスプリントの存在によって、墓地へ落とす手段が格段にアクセスしやすくなってまして、さらに特殊化した時にね、デッキから墓地へカードを3枚送るという効果もありまして、まあ、キトカロスとの相性が抜群すぎると。で、さらにスプリントとの相性も抜群すぎるということで、まあ、サーデルでは、まあ、禁止になってしまいましたというところですね。メイルー禁止はですね、単純にティアラメンズの融合回数が1回減ることになりましたので、まあ、ビーステッドの影響を、まあ、非常に大きく受けるというところで、まあ、この禁止に対してはマスターデール運営への称賛の声が上がると同時にティアラメンズ使いから の罵詈雑言が飛び交っていたことを覚えています。ちなみに今回は剣外にしたんですが、一応ハーフニスも N カードになっていまして、確実に性能的には SR 以上の性能はあると思います。第1位、フュージョンデスティニー。R カードがやっていい融合方法じゃねえ。冷静に考えてさ、皆さん冷静に考えてください。ウィッチクラックとコンフュージョンが UR なんですよ。フュージョンデスティニー R はおかしくないか。最近あんまりね、見なくはなりましたけども、やっぱ手札1枚から無限破壊、期間をね、製造できるのはね、明らかにイカれてると思うんですよ、僕は。このカードのせいで OCG ではデスティニーヒーローディバインガイが高騰したし、マスターデュエルではディバインガーゲン消しだったんですかね。はい。このカードのいいところであり悪いところは、発動後に制約がかかるから、発動前は制約かかるんですよ。このカードの発動後、カードなんで、これなんかいろいろ全部バーって展開した後にこのカードを打つことができるっていうところなんですよね。まあ、このカード発動するターンであれば、よかったんですけど、発動後にかけちゃってるから、これ。これね、いや、コナミ君分かんなかったのかな、まあ、分かりながら作ってると思うんだけどね、これね。出張性能というやつですよ。言うなればね、なんかそのね、捕まんなきゃ何やってもいいと思ってる、なんか犯罪者と一緒なんですよね。はい。なんかその、いろいろやって、その、最後このカードの発動後ってつけたけど何やってもいいと思ってるから、このカード。それが良くないよね。はい。というわけで、他にもね、ランキングに入れたいカード、まあ、5億枚くらいあったんですけども、まあ、今回はちょっとここまでにしたいなと思います。時間の都合で。ぜひね、皆さんもどんなカードが思い浮かぶかコメント欄に残しておいていただけると参考になりますので、よかったらお願いいたします。異論は受け付けますので、はい、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。